こうやって会談会やろうってやってて、うん、でな今日ちょっと記念写真みんなで自撮りみたいなの撮ろうって言ったら、うん、床にあれ人の顔写っとったんな、こうグニャーなった顔写ってんの床で、もうそんな綺麗な見せちゃうからね、はい、あの下が映るほどテカテカじゃないですよ、うん、にゃーってこれ何これっつって言うてたら、あの若いやる気な、うん、やる気っつって、はい、あの子のね、まあまあ、あの彼女がいるんですよ、その彼女がね、うん、あの急にあのもうお客さんも帰らはった後ですよ、その客席のところでこう手合わしながらゴロン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 、でも手合わしながらゴロゴロ転がりまくんねん、ほんで、いやいやちょっとつって若い人、大丈夫か彼女こんなことなってんねん、いやいつもこうなんですっていつもそれも怖いいつもこうなんです怖いね、こっちを知らないですもんね、もういつもこんなんしてるんですよちょっとめっちゃ呆れてんねん、なんかそれでも解放センター疲れてるってことですよね。要するにね、そういう話をすると彼女が寄ってくる、ああ寄ってくるって言いますからね、いっぱい来て、ほんでなんか背中にめっちゃこう頼られんねんって、それがこう自分をこう刺すらしい。あで、まあそれ時系列で言ったらさっきそれやったよ。ほんで、うわ、なん、まあまあまあこんなん、まあまあそういうちょっとなってるはるわと、もう思い込みやでと思うんやけど、うん、後でまあ打ち上げの時にまあ写真のこと言ったら、ほんまになんか変な写ったって、うん、下黒いところでね、黒いところな、まあ、言うたらこんな感じのとこも映ってるもんね。そう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 。ああ、それじゃあ模様とかではない。じゃないよ。模様なのないもん。あれ、スマホですか撮ったの。スマホ。だから、あの、スマホでやっぱり、すぐ消せるじゃないですか。うん、だから結構皆さん消すらしいですよ。うん、俺消したよ。いや、消したよな、あれ。元気さん、それはもう消さんと、ちょっと去年、置いとかなかった。いや、去年正月ね、うん、僕入院したんですよ。うん、長井の森本病院に正月から。急性水炎で、で入院してる時に4人目やったんですね、うん、カーテン閉めてますよ、この反対側のおっさんむっちゃうるさいね、夜中にブレーとか言うから邪魔しょおっさんとこっちもブレーって言いますよ、言ってるからどっちもどっちだね、向こう初だからね、まあまあ、他の人はいないですか、いやあと2人おるけど、ね、そういう人偉い迷惑よみんなこのおっさん腹立つと思うからカーテン越しに音取ったら、うん、このおっさんが、うん、ずっとなうるさい、そうよ、スマホ取ったろ、ずっとやってて、もう読み始めにしたろ、音うるさいねんねっていうのを、ぐらーっとってて、3回ぐらいでやってて、ムービーでやってて、ほんで夕方、読み始め来て、どこのおっさんなって、むっちゃうるさいな、あいつ、音聞かせたろわって言うから、音入ってない、その代わりオーブがピピピピピピッと飛び乗ってんの、何百個も。どういうことなの、だからカーテンとかにビューッと飛んでんねん。元気さんだけに聞こえてたってことですか。いや、その声はほんまにしてんねん。うん、でもここに入ってない、入ってないなのにオーブが飛び回ってんねん、ブレーってもうもろオーブこんなやつが100個ぐらいペレ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 ってなってて、すっごい映像、すごいよ、ほんでうわっ、よっぽど俺タニシに売ったろうなあいつ買うんちゃうかなそやけど、なんかそんな売るのも怖いし、なんか場所当たっても嫌やから、毒もあかんって言いますからね、だからもうすぐ消してる、送ったらやめてもったいないな、びっくりした、あれはなんなんですよね、一体。いや、普通1個ピューとかそんなんや、うん、違う、何百個もこんなんしばれべべべべべって、誰か死んだのかな、いや、それは、死んだんじゃん、いや、だって病院とかそんなんね、ほんまに、まあまあ、そうですね、霊感ある外科医の人って、俺ね、一回話聞いたら、ほんま怖いらしいよ、手術台で普通に手術してたら、下でめっちゃうごめいてるっちゅうんだよ、ね、それはだって今まで死んだ人のそんなんが残ってんのよ、それをずっと気になるけど自分仕事でせなあかんよ、もうほんますごいらしいね、うわー言うて、でこうやってるとこぐーくんねって、せやけどそんなんおらんからね、おらん言うとあれだけど見えてるけどおらんもんやから邪魔しに行きはんのか、そうそう、もうぐーくほんまこの辺とかくんねって、せやけど手は当たらないからずっと抜けんねんけど、うん、もう要するに助かろうとしてる人間がめっちゃ恨めしいみたいな、中には全員じゃないんだけど、そういうのがうわー来るから、それを気にせんと手術するのがもう大変ちゅう、集中力がね、集中力いる、いやそれ大変っすわ、怖いよ、病院怖いな、なんかいや、まあ、この流れではどうか分かんないですけど、まあまあ今日ね、うん、ちょっとビクッとしたのが、うん、まあ僕5年ぐらい店やってたとこがあるんです、うん、まあ、もう5年前、これも5年前にも潰しましたけど、そこでまあ今日も来てくれたおばちゃんなんですけど、用してくれるんですけど、霊感があるらしかったんですよ。である時、まあ僕店がもうそろそろ終わりぐらいの時に、まあ
まあ、食事して2人で飲んで帰ってきたんですけど、店うちの店に帰ってきて、まあまあ喋っとったら入り口の方こうやって見るんですよ、うん、え誰か来たって言うたら、うん、いやちゃうねと、うん、あんなと言われて、ね、なんでそう言ったらスーツ着たちょっとまあ40その時僕まあ30ちょっといったぐらい、うん、40ぐらいの40か50か50ぐらいの前半ぐらいの知り合いおるかって言われて、うん、いやそれいっぱいおるけどそんなちょっとこんな感じでって言うたら、うん、おらんでって言ったら立ってんねんけどって言うから、ちょっと待って立ってるじゃないやってあんたがいたら俺これ一人やでと、うん、待ってくれ、うん、ほんまにおんのおるって言う、うん、すごい。でどうなのって言ったらまあ、ニコニコしてこう見てるらしいんですよ、うん、こっちを状況を、うん、何も悪くさせえへんでって言うんですけど、うん、いやするせえへんじゃなしにおる自体が怖いと僕は、うん、見えへんし分からへんし、うん、霊感ないし、うん、でちょっとごめんやけどどないかできるって言ったらうん、うん、まあまあちょまとギューってバーって言ってうんうんまあその人と会話してるんでしょうね声には出さないですけど、うん、でバー帰ってきてでまあもうちょっとしたら消えるらしいわっていう感じ、どないやねんみたいなじゃあもう今から出てってくれもうちょっとってなんなの分かんないですよ今で、まあ、まだ楽しんでるみたいやわっていう感じでそれを今日ちょっと話しとったら、うん、元気さんもまあそのうちの店に来てくれてたんですけどうん、うん、知ってるって言い出したんですよ えちょっと待って兄さん何を言ってるんですかって言ったら、うん、俺も見てるって言うんですよ、なんでその時言うてくれへんのって言ういやいや、気ぃ使ったよ。いや、怖がると思う。そうそうそう。で、ニコニコしてたいや、僕の場合は表情わからんかった。でも人が俺のは分かった。この座ってるこの人が。そうそう、入り口がね。ほんで、こっち視線感じるんよ。らしいっす。もう何やねんな、僕は人おるん。なんかおるん。で、それだけかな思ったら、もう一人おったらしいんですよ。あ、一人じゃなかったんですね。それは、そのおばちゃんも見てないんですけど。俺見たのは、まあ、入り口ありますわね、うん、この出るとこありますわね、カウンターありますわね、アギラが入っとるわ、まあ、この辺のところに、ね、要は人が通る、女の人が通る、シュッと壁の向こう、全然わかんないです、要は通るらしいんですけど、通る前わかるで、ここ、すっとなるもん、ゾクってなるもん、わっと思ったら、やっぱりシュッとこう、女の人やる、絶対女の人で、一応聞いたんですけど、ね、綺麗な、綺麗な人ですか通ってんやろね。そう、通ってんの。なんか全く覚えないですね、そのサラリーマン風の。もう僕は全然わかんないです。うん、でも飲み屋で出るからな。って言うからね。だからうちの師匠でも酔わたい時なのかわかんないですけど、うんね、ほぼ酔ってるからあれなんですけど、うん、ちょっと、まあ、横なりやるんですよ、うん終わるちょっとぐらい。で、もう師匠、起きてください、帰りますよって、もう店閉めますよって。ああ、そうかって。うん、まあ、うん、うちの人も店やってたから、まあ、入り口のちょっとソファのとこに女の子がおんねんけど、まあ、7歳ぐらい全然わかんない、いやいませんよこの時間ですよ、うん、いやおんねん、うん、そうかそうかって一人で言うてるんですよ一緒、うん、なんかそういう喋ってはるんですか。うん、もう帰りや、もうこの時間や、この時間やないでと、もうおるしたら帰らないかとかね。で、それで、まあ、分かった分かったって言って、早く帰りや、言って、お腹帰ろうかって帰るんですけど、それが一回じゃないんですよ。まあ、師匠についてて、まあ、秋お兄さんって言って、もう一人、兄でしょ、うん、その3人の時も出てるし、兄さんが辞めて、2人の時でもちょこちょこ出てくる。それ店はその時流行ってた時もうこうなってきてますけどね、はい、帰り屋っていうのが良くないのかもしれないね。だから座敷嵐やっちゅうねん言うもんね、まあ、子供の声が聞こえるというと豊中にねちょっと有名でこれ言うてんかいろはでパン屋さんなんでね、うん、そこのはねもともとあんま流行ってなかった それが急にザッ、まあ、パンが美味しいのは確かなんだけど、うん、あの2階にねから子供の声がずっと聞こえるんだよ、うん、でそれまあその霊媒師の人ねちょうど、うんいててその人に見てもうたんだ
ほんなんもうほんまにそれこそ時代が全部ちゃう子供がいっぱいいてるんで、だけどこれお菓子とか備えてあの、しといてあげたらあいいですよ言うとから店にものすごい入ってる。いや、じゃあ秋田の親戚その逆でしたわ、秋田のね、俺おかんが秋田出身なんですよ、で小学校の時に秋田に用意ってて冬休みね、20万、いいとこの子がおって、で僕らこう気を湯玉のところに寝るんですよ、親子さんに広いとこに、でなんか見たらこっち側のおもちゃ置いてますね、民芸品とかね、子供にギャー置いてて、寝なあかんね、9時に寝たら廊下を子供が走り回ってんの、でいとこの子や思って、あいつらやな、こんな時間でも走り回ってんねや思って、起きて聞いたら寝てるわけですよ、なんなんあれ、座敷わらしがうち出るねって、また冗談言うて、言ってねえんだって言うてたら、次の日にまたケケケケケが走り回ってて、おもちゃが全部倒れてるのよ、子供のやつがガーって、ほんで部屋入ったやろって言ったら、やっとうちは違うねんって、おるねん、座敷わらし、でむっちゃ流行ってたよ、材木屋さんが、ところがね、おっさんが女に行かれて、で爆死でみんな金作って、1年後そんな知らんってないですか、行ったら全然出えへんねん座敷わらし、ほんでおかしいなおかしいな言ったらそうですよ、座敷わらしがおらんになったからそうなったのか、どっちが先か分からへんけど、なんせおる時も流行ってました。あら関係あんな感じですかね、怖いって言いますよね、座敷わらしは、出て行ったらほんまに、滅亡ですから、滅亡したよ、それこそね、なんか代わりに貧乏神が来るんだ、それをまあ世の中貧乏神って言ってるかもしれないけどね、大事せなあかんね、何もね、そうだね、あとは言ったらもう、まあ、うち多頭飼いとかいうの話ですけど、まあマックス6匹ぐらい飼うてたんです、で1匹が亡くなった時に、もう1匹が、まあ、何匹か おったんですよ、その散歩から帰ってた時にカッと血吐いたんですよ1匹が、それを見たこの若い犬がショックがあるんですって、やっぱ犬でも、それを見て見て、ストレス感じて、ストレスで心臓悪くなったとかあって、まあまあなったんですけど、で老衰みたいなもうおばあちゃん的な犬がもうおったんですけど、犬同士でも分かるらしくて、であるね、これまあまあ占いみたいな、そういう千里眼ってあるんですよね、なんか見えるらしいんですよ、過去とかそういう動物とかも、でそこで聞いたら、その子がまあもうすぐ死ぬのは分かってるんです、ね、犬も、もう やばいっちゅう、でも怖い、でまあまあもうほんまに死が近づいて、そのまた別なんですけど、血を吐いたのはもうそのまま行ってもらったんですけど、でまあその違う犬が、あのこうねこう沿っていくんですよ、やばい時は、あのそれを戻してあげるっていう役なんですよ、あ大丈夫やって、ほんなら引き付けを押さえて、まあ楽なんですけど、でそのまま繰り返しとったら、もうあかんよ時にはその魂が抜けるのは何匹か 見えてるって言うんです、僕には分かんないですけど、犬にね、犬はだから魂抜けて、あの他のワンちゃんたちはまあまあよかったいう感じになってるよって言うから、まあよかったのかなとか思いながらね、その抜けるんだと、はいはいはい、やっぱ魂っていうのは、聞いたことあります、まあ、21グラムとかね、魂の重さがね、あるんですか、亡くなる前と亡くなってからの重さを測ったら21グラムの差があるっていう、人間でね、あそうなんですか、うん、でも不思議でしょ、